今から16年前、その事件は起きました。突然大爆発を起こしました。平成15年9月16日、名古屋のオフィスビルで引き起こされた立てこもり爆発事件。午前10時過ぎ、ビルの4階にある運送会社に男が押し入り、大量のガソリンをまいた上、支店長ら8人を人質に立てこもりました。男の名は別府昇元容疑者。この会社の契約ドライバーでした。これは JNN が今回入手した事件に対処する警察と消防を記録した映像。男が立てこもった下の3階には前線本部が設置されました。状況の説明をしている捜査員は当時愛知県警の捜査一課警部小西康幸さん。小西さんは犯人との交渉にあたるネゴシエーターとして数々の事件を解決してきた捜査員。ビルの4階廊下で男に呼びかけます。午後1時、要求通り未払いの給料を振り込むと、男は人質を解放。安堵する前線本部。しかし、4階にはまだ1名いる模様です。男は支店長の男性1人を残していたのです。小西さんが急いで部屋に向かったその瞬間。犯人が立てこもっていた4階部分が突然大爆発を起こしました。この爆発により立てこもった別府元容疑者と人質の支店長、さらに捜査員1人の合わせて3人が死亡。消防隊員ら41人が重軽傷を負いました。犯人の説得に当たった小西さんは爆発に巻き込まれ、3日間生死の境をさまよいました。去年定年退職を迎えた小西さんは今、1人残しての解放でありましたので、まあ、その時点でですね、もうしっかり心に決めたのかなと。ネゴシエーターはそのネゴシエーションの上でですね、被疑者を投稿させるのが役目でありますので、まあ、その投稿がさせれなかったということで、まあ、非常に残念であります。こんな形なら、まあ、爆発は避けれたのかなとか、まあ、いうことがですね、まあ、大変なかなか難しい情勢ではありましたね。事件後法律が改正され、ポリタンクなどでのガソリンの販売禁止が徹底。警察はこの事件を機に立てこもり事件の専門部隊を創設しました。あれから16年、現場に事件の跡は残っていません。しかしあの日、確かにこの場所で平成最悪の立てこもり事件が起きたのです。